うっす、毎度クソ芝でございます。今日はですね、また無鉄砲に来たんですけど、ネギ多め別だなって言ったらね、むっちゃいっぱい来るらしいから試してみたいと思います。はい、早速ネギ多め別皿をオーダーしました。こんな感じでございます。店員さんね、ちょっとねハテナって感じになってましたけどね、まあ、一応ね別皿でやってまいりました。ちょっとね量についてはですね、できるだけ多めとほぼほぼ変わらない感じで来ました。はい、さっきはね2人分で来たんでね、決して1人前分で来たわけじゃないんでね、多分ネギできるだけ多めと同じぐらいでございます。このね中太の縮れ麺にこのね濃厚ドロドロスープがよく絡んでもううますぎるんです。もうねこんだけドロドロで油が多いとね、おえってなるんですけどね、これもう全然いけるんですよ。もう旨味が勝つで、なおかつマイルド、もうなんぼでもいけちゃうんですね。このね特製のドロドロスープを今日はですね、まさかのねみんなの夢のような食べ方をしたいと思います。ほらこのご飯にかけちゃう、これがねもうねたまらないんですよ。これはねもうねすごいね、もう幸せになります。はい、これをね今からいただくわけですが、もうねご飯にねすっごい合うんです。ご飯のね米一粒一粒にねこのね無鉄砲の油コーティングがされてですね、もうねにやけますね、顔がにやけちゃう。さらにねこのスープががっつり絡んだ麺をねこのお米の上に置きましてからのお米でございますよ。これはもうねダブルダブルダブル炭水化物でもうねむちゃうまいです。もうねぜひともね無鉄砲来た方はねこれご飯と一緒に食べてほしい。これね本当にご飯と合うんです。ラーメンスープがもうおかずになっちゃう、もうたまりません。これもう見てるだけでほらもうよだれ垂れちゃうですよ。これほら麺から滴り落ちるこのスープ、あーもうね見てるだけでね幸せになりますね。けどね食べたらもっと幸せになれますよ。ぜひともね行った方がいいです。無鉄砲だけはね僕ねいろんな人にね勧めてます。美味しいんだから、これ一度食べたらねもうなんかやめられないね。でちょっとねスープがね飽きてきたらねこのねニンニク醤油ダレを入れることによってね味がガツンと締まるんです。このね締まったスープをさらにご飯にかけて食うとですね、またさっきとは違った味わいになってですね、これむちゃうまです。もうねむちゃうまとしか言いようがない、もうねそれ以外の表現がないんですよ。むちゃむちゃうまい、むちゃくちゃうまい、もうねもう何回でもムーをつけちゃうね、無鉄砲だけに。そしてやっぱりラストはこのね卵にスープを絡めたね卵のねこのね黄身の濃厚さとこのスープの濃厚さで、さらにこれネギね、このねクタクタになったね油と一緒になったこのネギをね食うとねもうむっちゃうまいっす。もうたまりません。もうね美味しいラーメンっていうのは最後にスープを3回飲むね。ごちそうさまでした。ネギ多め別だらあんまり変わらんかった。とりあえずここの京都では通用しないみたい、大阪店やったら通用するかもです。はい、次ね大阪店で試してみたいと思います。じゃあまた、ごちそうさまでした。